ノロウイルス食中毒について説明しますかつてはカキなどの二枚貝が原因となることが多かったノロウイルスですが最近は圧倒的にノロウイルスに感染している調理従事者が汚染した食品が原因となっていますノロウイルスは10個程度と少量のウイルスでも感染します乾燥に強くアルコールの効果は期待できません 約半数は感染していることに気づいていない不健性感染者ですが、不健性感染者であっても便には1グラムあたり1億個と大量のウイルスが含まれます。これらの特徴からウイルスが広まりやすく患者数の多さにもつながっているのです。ノロウイルスの症状としては、嘔吐、下痢、腹痛、発熱で感染から発症までは 日日から2日ほどですノロウイルス食中毒を防ぐポイントはノロウイルス対策4原則を守ることです。4原則は持ち込まない、やっつける、つけない、広げないです。持ち込まないためには日々健康状態を確認し下痢や吐き気など消化器症状がある時は調理をしないことです。やっつけるために 食品の加熱は85度以上、特にカキなど2枚以外は中心が90度になるように加熱するのが目安となります。つけない、広げないは2つ合わせた対策が有効で、適切なタイミングで正しい手洗い、調理場、トイレは定期的な清掃、消毒を習慣化する。万が一、調理場などで嘔吐があった場合は、 調理を中止し、迅速に消毒する。そして、消毒はアルコールではなく、熱湯か、次亜塩素酸ナトリウムで、アルコールは効果が期待できません。これらの対策の中で、最も重要になるのが手洗い。手洗いは、すべての食中毒対策の基本となります。人の手は、すぐに汚れます。トイレに行った後、 調理作業の開始前生の魚や貝肉を触った後その他土のついた野菜ゴミお金段ボールなど清潔でないところを触った時はこまめに手を洗うことを習慣づけましょうここからは正しい手の洗い方を確認しましょうまず 指輪、時計は外しましょう。指先、親指、手のシワは洗い残しが多い部分です。手を洗うときは意識しましょう。ハンドソープや石鹸を手に取り、よく泡立てます。手の肌がまんべんなく覆われるくらい泡立てましょう。手のひらをよくこすります。 手の甲を伸ばすように擦ります指先爪の間を手のひらで念入りに擦ります指の間も洗います親指と手のひらをねじり洗いします手首も忘れずに洗いましょう泡立てが終わってから 約30秒かけて洗うのが目安です。流水で十分にすすぎ、石鹸を洗い流します。手洗いとすすぎは2回繰り返すと効果的です。ペーパータオルで水分をよく拭き取ります。使用済みのペーパータオルは蛇口を閉めるのに活用しましょう。蛇口は汚れた手で触ることがあるので、 せっかくきれいになった手で触らないようにしましょうノロウイルス食中毒の説明は以上となります